映画マニア。いや、公開収録楽しかったですね。ようこそ映画マニアへ。今夜はどんなおしゃべりが楽しめるんでしょうか。まさかの森ちゃんのお父さんだった。隣のお母さんめっちゃ飛ぶんですか。ちょっとねドキドキします。映画マニア。やめろって。永遠に地獄だぞ。見たいんでしょ。永遠にだぞ。地獄少女。深夜0時に開くウェブサイト地獄通信。そこに復讐を依頼すると地獄少女が現れ恨みを晴らしてくれる。付き合う相手も選ぶ。だがこの赤い紐を解けば契約は成立する。顔を傷つけられたアイドルや親友を洗脳された女子高校生らが地獄少女を呼び出す。よくもはるかちゃんを別人にしたな。地獄に落としてやれ。死んでみる。シルさんってまあね、なんかあのね、言っていただいてすごく仲良しじゃないですか。ですね、ちょっとなんか地獄をちょっとなんかこう、怖いだけじゃなくてね、はいはい、なんかこうちょっとなんかメルヘンファンタジーじゃないけど、なんか入り口のね、救いは、まあ、最終的には救いはないけど。あ、そうなんだ。でも、うん、なんて言うんだろう。なんか女の子が引き込まれそうな世界観で描いてたよね、なんかね。やっぱりあのめちゃくちゃ白石さんって、僕もあの恋のクレイジーローって作品であの一緒にやらさせてもらったんですけど、あの編集作業とか徹底するんですよね。やっぱ音とかのこだわりもめちゃくちゃすごいんですよ。もちろんドラマ方もそうですけど、白石さん特にその意識が多分強かったと思うんで、僕も相当映画見てきてあの免疫ついてるんですけど、久しぶりに映画館で暴力描写でうわ って声が漏れちゃったシーンがワンシーンあって、結構ビンタシーン多いんですけど、今回もあのビンタがねやっぱいいですね、白石さんの映画。そのビンタがなかなか目立つ映画って、当然そのある種の一つの暴力ではあるんですけど、それによって起こることっていうぐらい白石さんのインパクトのいいビンタが出るの でしかも結構女の子同士のビンタなんですけど、結構勢いがいいので、なかなかあれもやっぱり、まあ、見ててやっぱりこっち側もこう、ね、さっきの田中さんのあれだけど、こうドキッとさせるっていうのは音の力って結構大きいかなって思うんですよね。坪井さんビンタ好きなんだ。ビンタ好きかもしれないですね。ビンタされるのはね、あれなんですけど。なんか言い方がされるのはね。ビンタじゃないの。ビンタ。ビンタだ。地獄なのかさ、味わったことないし、味わったことないです。やってみて、ね、もうないものやから出すのめっちゃ難しくない？そうで、その地獄のシーンを撮るのがそれこそグリーンバックのもう、そうか世界で、まあ、絵コンテとか見せてもらったんですけど、うん、もう監督の頭の中にしかないんで、そっか難しい。何をどうしてたらその体勢さえも正解なのかわからないみたいな。だからめちゃくちゃ変態が出ましたね。なんかすごくお芝居の面に関しては結構さらっと教えてくださってたんですけど、そのもう本当にグリーンバックの撮影の時はめちゃくちゃこだわりがすごくて、もう数ミリ単位の違いも、いや違うんだここはっていうのが、しかも結構早朝5時とかの撮影で、まあまあ要は異世界のね、地獄の世界観の中でのものなので、こう短い時間の中でこう何ていうんですかね、リズムとかタイミングがすごく重要で、お芝居、人と人とのお芝居ではなくて地獄の世界観を見せるところなんで、それ見えてないから、はいはい、難しい、難しい、それどう伝えるんですか、見えてないものをこう、ね、役者さんたちに、あ、そうっていう感じでみたいな、見ていただければ分かるけど、ね、そこ見たいわ。今回のちょっと見どころというか、こう見てほしいっていうのを監督ありますか、ちょっとぜひ。もういろんな要素がもう入ってる映画なんで、うん、まずは、まあ、ホラー映画である、うん、あの地獄少女というあのまあ、有名なあの人気のアニメを映像化しているっていうのと、あとまあ青春映画でもあるんです。青春キラキラ映画を自分なりにやってみたという映画でもあります。そしてさらに音楽映画でもあるんですね。あの大場さんがオリジナルの曲も2曲歌ってます。歌ってお腹で歌って踊ってライブして、あの大場さんのソロの曲も実は貴重なソロ、ホラーが怖くてもう無理っていう人も見れる怖さです今回。なんかお化けがバーって出てくるこの驚きの怖さというよりかは、人のいろんな怖さ、憎しみ、
裏のなんか中の部分の怖さっていう怖さだと思うので、なんか絶対無理っていう人はそんなに身構えずに見れるホラーだとは思います。わあ、ちょっと見たいよね。何ですかそれ、急に急に踊り出してちょっと。いやなんかそれでは今夜もこの辺で。おばさん、白石監督、おばさん、はい、前にお願いします。白石さん、前ですか？怖い、呼ばれました。前こう、あ、ちょっと投げて。いよいよ映画地獄少女、はい、すごい進めますね。今日公開となりますね。ということで、はい、お二人に放送告知をしてもらおうと思います。あ、はいはい、告知ということで、大場さん、はい、白石監督の最後の告知、よーい。え、なんですか、なんですか。え、地獄少女見てください。いやだって放送告知って言ったから。大丈夫ですか今ので上映放送の告知、映画マニアの告知ですか。どっちかな。私の日本語がダメだったってことですね。映画の告知合ってましたよね。合ってた、さすがですね。俺もちょっと分かんなくてすみません。どうしました、大丈夫ですか。これでじゃあ締めて大丈夫ですか。知らんがな。大丈夫、リーダー、もう一回言った方がいいじゃない、ちゃんと。申し訳ない。本当ですか。春菜さんまで、はい、では、はい、よーい、できない。地獄少女、少女見てください。見てねー、よろしく。でかいでかいでかい。おやすみなさい。